これまでのモンストアニメ。俺は穂村蓮、アメリカから来た転校生のマナ、葵、ミナミ、アキラたちと一緒に日々街に現れるモンスターをモンストで退治している。突如現れた謎の少女と巨大なモンスターシャンバラ、敵の激しい攻撃に大苦戦をしていた俺たち。変えたかった。変えたいの、私だって。葵、私を使って。きっと変えてみせる。葵とノストラダムスの活躍により強敵シャンバラを倒し、ついにノストラダムスにエナジーポイントの場所を占ってもらうことができた。見えた。2カ所だよ。女の子たちと可愛いモコモコが見える。何何、乙女の祈りは道となり、人々は白と黒に列をなす。どういうことだ。ノストラダムスの予言の分析は順調に進んでいる。分析結果が出るまでまだしばらくかかりそうだが、これで次のエナジーポイントの場所がわかるはずだ。これで一歩前進って感じだな。ありがとうダムス。どういたしダムス。ずいぶん打ち解けたであるなダムス。口癖混ざってるぞ。分析結果が出るまでに何かできることは。そんなに気張ることはない。君たちはよく頑張ってくれた。しばらくはゆっくりと待機してくれたまえ。待機ですか？それってお休みってこと？やっほー！だったらみんなで遊びに行こうよ。ちょうど明日夏の花火大会があるんだよ。懐かしいな。こっちにいた頃よく行ったっけ。マナはお祭り行くの初めて？はい、夏祭りといえば浴衣ですね。マナ、浴衣持ってるの？いえ、これから買いに行こうと思って。葵、ミナミ、どんな浴衣がいいかアドバイスをいただけますか？うん、それじゃあ一緒に行こっか。レッツショッピング、リアル。どんな浴衣か楽しみにしていてくださいね。うん、マナならどんな浴衣も似合いそうだよな。このままでいいんですか？いいえ、よくないです。は？ですよね、ナポレオン。うむ、うすうすは気づいていたが。だから何のこと？葵はレンのことが好きなんだろ？は？いや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 、ないから。レン君が好きなんてありえないから。あくまで白を切るか。しかしこちらには動かぬ証拠がある。かわいい。この写真いいね。ふむ、今と違ってずいぶん積極的だったのだな。かわいいカップルです。だからそういうのじゃないって。確かに最近ちょっと頼もしくなったかなとは思うけど、別にそれだけだし、好きとか。見える。もしかして予言？大変です、葵。このままだとレン君をマナさんに取られてしまいますよ。いや、取られるって。ノストラダムスの言う通りだな。え？自分の気持ちに素直になったらどうだ、葵。自分の気持ち。日本のお祭りといえば屋台に金魚すくいに盆踊り、あと花火ですね。いい、マナ、祭りにはどんな輩が来ているか分かったものじゃない。くれぐれも知らない人についていくんじゃないよ。もう私はそんなに子供じゃありませんよ。明日の準備だってもうできていますし。マナ、呪いでもかけるつもり？何言ってるんですか。これは明日晴れますようにというおまじないですよ。え？友達から聞きました。日本では楽しみなイベントの前日にこうしてわら人形にお願いするって。また騙されてる。あんたは人を疑うってことを知らないから、コロッと騙されそうで心配だよ。そういうワルプルギスは何でもかんでも疑いすぎですから。マナ、私が言いたいのは。もういいです。
じゃーん、どうかな、シャナリー全員集合したな、行くぞ。完全スルーでやるな。葵に何か言うことがあるのではないか。え、女の子を褒めるのは男の解消ですよ。よく似合ってるよありがとう。イエーイ、マナとミナミも似合ってるよ。ありがとうございます。先に進むのも大変そうだな。イエーイ、アキラ君、お待ちなんだからもっと弾けようじゃないか。ありえない。そろそろ花火が始まります。穴場スポットに行きましょう。どうした葵。先に行ってて、後から葵と行くから。はい、わかりました。私が場所取りしておきますからマナ、まったく、こんな人気のないところに一人で来るなんて危ないでしょ。痛い目に遭ってからじゃ遅いんだよ。あんたは本当、世間知らずというか危なっかしいったらないよほっといてください。私は子供じゃありませんから。子供じゃないんだから、あまり私に構わないでよマナ。もういいです、ついてこないでください。ほら葵。そのままじゃ歩けないだろ。重くない？ちょっと。そこは全然軽いようでしょう。そういえばあの時も。ま、レン君は覚えてないだろうけどね。やるな葵。敵を手薄な布陣へ誘い出し、こちらの主力でそれを一気に叩く。ロシア・オーストリア連合軍を相手に劣勢であった我がフランス軍が、おとり戦術で形勢を逆転したアウステルリッツの戦いを思わせるではないか。鼻緒が切れたのは偶然だと思いますけど。よかった、私が一番乗りみたいですね。姉ちゃん、そこ俺たちが先に取ってたんだけど。あ、そうだったんですか。ごめんなさい、ここが穴場と聞いたもので。なあ姉ちゃん、人のもん取ろうとするのは立派な窃盗罪なんだぜ。え、まあ出すもん出してくれりゃ穏便に済ませてやってもいいけどよ。あ、わかりました。ここではチップを取るんですねそんなことよりちょっくら俺たちに付き合ってくれや。え、何するんですかなさい。これでよしっと。ありがとう、レン君。待てよこれ。手をかけさせやがって。ついてこないでください。私身勝手ですね、あんなこと言って。ハルプルギス、ハルプルギス大丈夫かい、マナ。
なんだ姉ちゃん、代わりに相手してくれるって言うならあ誰から消し炭にしてやろうか。すいませんでした。だから一人でいるんじゃないと言ったんだ。アルプルギス、ごめんなさい。たまよーディアル、懐かしいよな。え、覚えてない？昔葵と夏祭りの花火を見に行ってさ、鼻緒が切れて泣いてた葵が花火を見たら泣き止んで。少しうるさく言い過ぎたね。え？私にも昔そういう人がいたんだ。私に魔法を教えてくれた人でね、ほんと口うるさくてさ、小言を言われるたびにいつも反発していたんだけど、その人がいなくなってからようやく分かったんだ。あんなに口うるさかったのは私のことを本当に思ってくれていたからなんだって。初めてですね。昔のことを話してくれたのは。花火大会に来てよかったです。モンストアニメは森の英雄ロビンフッド。山登り中にモンスターに襲われた。そうして山へ出かけた俺たちはモンスター退治をしているモンスターに出会う。そいつの名はロビンフッドである。超タイプなんですけど。え、ありえない。